えーどうも、お疲れ様です。えー、それでは、6月最後の週、第26週の見通しをこれから立てていこうと思います。第26週はですね、6月の24日から6月の28日までとなります。月末も、それから週末もかから28日ってのは、ちょっとね、星日になると思いますけども、まあ、毎週金曜日がね、難易度がちょっと上がるのは仕方がないことなんですけども、月末がかかると、もうちょっとね、 難易度がプラスアルファになります。さあ、どうなるでしょうか。6月24日。とりあえずは材料なしで始まりますので、動きがものすごくね、緩いかもしれません。えちなみに価格としては今159円までいっちゃいましたから、このままだったらそのまんまね、ブレイクして160円の方に向かうのが月曜日じゃないかなと思います。えグルーピングとしては6月の24日月曜日と6月の25日火曜日ってのが、 まあ同じマーケットにに乗ることになりますそして火曜日、すでにもう見えてますけども、大した材料がありませんので、このまま水曜日にも入ると思いますね。で、水曜日の夜になりますと、重篤件数の発表、5月がありますので、ここでちょっと大きな材料ということになります。つまり週の前半月 か、水が一つのグループというふうになりますね。え、それから、5月の新築住宅販売件数、この発表があった後、新しいマーケットになって、木曜日に入ります。木曜日はまたね、おとなしいんですよね。で、GDP の確定値が来ますので、夜また新しく市場が変化すると思われます。はい、ここまでで、月か水っていうグループと、木っていうグループに分けることができると思います。そして、 金曜日があるよよってことですよね金曜日はカレンダーの材料もまあまあこうやってねデフレーターとか出てくるんですけどもまあ実際週末月末が被るので金曜日はまあ見てるだけでいいんじゃないかなっていうふうに私が言う前に思ったでしょうただしねただし金曜日の午前中は木曜日の相場引き継ぎでもいいんですよね あまあでも、木曜日のマーケット変化が21時半ですからね。やっぱり金曜日は、まあ見てるだけですね。はい。だから月火水で勝負をつければ、あとはもう、木、金は、まあ捨てて OK ですよ。まあ木曜日はね、あの、単体、その日単体で、 できる人はちょっとね、レベルの高い人はやってもらってもいいと思いますけどもね、もしくは勉強のためにリスクをかぶってもいいよって方は木曜日挑戦ですね、基本的には皆さんにお伝えしたいのは、月火水で取っていきましょうってことになります。今、はいまあ、カレンダーかから見る見る通しはそんなとこですかね